あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。7日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて$346.87高い、31,384.55で取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 259.50 ポイント上がって 11,621.35 でした。一方円相場1ドル136円ちょうど付近で取引されております。7日発表のアメリカの雇用指標が堅調だったということで、アメリカの経済への過度な不安が和らいだということです。このところ下げが目立っていた景気敏感株が買い直されたということで、これ1週間の新規失業保険申請数が、前の週から4000件増えたんですけれども、まあこれが全体としては、強さを保っていると、まあ失業保険の申請数の伸びがさほど大きくはないということで、まあ雇用が堅調だったら、まあ経済そんなにいきなりこけることはなかろうということで買いが入ったようでありました。さあ、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。イギリスジョンソン首相が辞意を表明。イギリスのジョンソン首相は7日国民に向けて声明を出し、与党保守党の党首を辞任すると表明しました。後継の党首が決まり次第、首相も辞任するということです。新型コロナウイルス規制違反のパーティー問題など不祥事への対応が批判を浴び、スナク財務相とジャビド保健相が5日首相に抗議をして辞任。報道によりますと、閣外相や政務秘書官らを含めおよそ60人が政権を離れ、求心力が急速に低下していったということです。まあ、このまず新型コロナのパーティーの問題は、ね、ちょっと前の話ではあるんですけれども、そうですね、これパーティーの問題はまあなんとなくいけるかな、乗り切れるかなという感じ、どうせジョンソンさんだしねみたいなところはなんとなく私のイギリスの友達も言ってたんですが、はい、やはり決定だとなってたのは、その与党のあのピンチャー副幹事長のあのいわゆる痴漢行為というのが、これがやはり大きかったんだろうというふうに思ってます。で、実は昨晩ちょうど、今イギリスにあのサバティカルで行かれてる慶応の細谷先生とちょっと意見交換をさせてもらった、番組に出られてると思うんですけども、はい、まあ、やはり細谷先生ともお話をしてて、向こうのテレビどうですかって話をしてたら、やっぱりもうそのセクハラとか、その、痴漢の話が持ちきりだと。でも、もっと言うと、ウクライナ問題よりもそっちの痴漢問題の方がメディアは取り上げてるというぐらいもう盛り上がっているという話でしたね。で、これ痴漢を実際に起こしたのはこの副幹事長であって、はい、ジョンソン氏本人ではもちろんないわけですが、はい、これがその直接波及するっていうのがね、これ実はそのまあね、あの人は誰しもまあ過ちは犯すんですが、はい、実はこのピンチャー氏がこの外務省の幹部を やってた時、外務次官をやってた時にも実は似たようなそういうセクハラ行為というのを実はやっていたと。で、どうもそれを知っていながらジョンソン氏はこの副幹事長に起用したということで、じゃあ お前もそれって同罪なんじゃないかと、まあそうなりますよ、任命責任ってまあ日本でも重いので、はい、そういう話でどうもこれは炎上したというところですよね。しかもそれ最初に追及された時には、俺知らなかったんだよこいつがこんな性癖だってなんて言ってたのが、そうなんですよ、うん、これがまたね、もう2点3点どころか5点6点ぐらいしたというところでですね、うんうん、これはまあもうどうしようもないかなっていう感じでした。だから昨日もあのいろんな世論調査を見ててもですね、私、はい、一時期、まあ、あの一部のイギリスのメディアなんかはこれ解散するんじゃないかっていう、破れかぶれでやるんじゃないかという話もあったんですけども、はい、最新の世論調査なんか見てると、もう、首相を辞めるべきだというふうに答えてる人が 67%、うん、つまり3分の2にもう達したので、あ、私も私見た時点でもダメだなと思ったら案の定昨日の夜、
こういう形で辞めたということですよね。これこのニュースに関してもね、あのメールやツイッターでもいろいろ意見だとかどうなんですかっていうのを質問もいただくんですが、はい、それこそこういろんなこのねウクライナの情勢とかを考えると世論工作とかそういうのって考えられないんですかって質問が複数届いてるんですよ。本当にこれはもう何を排除できないですよね。やはりこの今のタイミング、なぜかというとですね、じゃあ、はい、私こういう時に見るときに、誰が一番得をしたかって見るんですよ。これを見ると大体こう 何が誰をやったかっていうところが分かるんですね。でそこで言うと昨日 そのロシアの動きを真っ先に私パッと調べたんですよ。そこで言うと、はい、まずあのペスコフっていうあの大統領報道官は、ジョンソンは俺たちのことをまあ愛してねえだろうと、だけど俺たちもそうだけどな、うん、みたいなこういう会見で言ってるわけですよ。はい。でさらには一応驚いたのが、うん、あのメドベージェフってあの前の首相やってた、首相も大統領もやってた、はい、彼がですね、もうこれでツイッターじゃなくて投稿アプリでですね、うん、あこれようやくジョンソンのことなんですけど、ウクライナの最良のベストフレンドがいなくなると、これでウクライナの勝利も危なくなるよね。でさらにはその後ドイツやポーランド、バルト三国からのニュースも待ってるぜみたいな、こういかにもこの他でも政局起きてこうドミノになればざまみろみたいなことをこう書いてるわけですよね。しかも結構早い段階でそのあのなんつツイッターというかその発信をしてるんですね。なるほど。ってことを考えるとなんとなく予兆は見ていたのかなというところは類推はできますよね。あ、まあしかもね、過去の話でもこのロシアがイギリスの国内で様々な工作活動だったりとか、あるいはロシアの反政府的な人たちをイギリスの国内で、殺めるというようなことも実際ありましたもんね。そうなんですよね。そこを考えると、まあ、ある意味一番の仮想敵国、ロシアにとっての仮想敵国ってのはイギリスなわけですよ。そこで、まあ、やらないと、何もしないってことはおそらく考えにくいだろうな、というふうに思います。そこがやっぱり民主主義の弱さですよね。結構ツイッターでもこれが民主主義国のやっぱり脆弱性なのかと。そうなんですよね。じゃあ、プーチン何なんだって話ですよね。このぐらいの話だったらプーチン何ぼでもあるわけですけど、まさに非対称戦なわけですよ、これって。はい。本当これ苦しい戦いですし、これは明日は我が身ですよね。日本もこれ本当に考えなきゃいけないことですし、やはりそうは言っても私一番心配してるのは、こんだけロシアが喜んでるってことはですよ。はい。やはりこれ何らかしらのこのウクライナ侵攻に対するこのいろんな制裁とか圧力っていうのが緩むリスクっていうのは、私これ考えなきゃいけないだろうなと思って。で一つも嫌な話としては、6月にあったの、はい、フランスの、はい、あの大統領選挙ですね、はい、これなんかも、まあ、ある意味与党がボロ負けしたわけですね。で、いわゆる極左と呼ばれてるところ、極右と呼ばれてるところ、極右なんか特にこうロシアが支援してたんじゃないかと言われてる政党が圧勝していると、はい、いうことを考えると、こう少しずつ長期戦に、まあ、プーチンがこう長期戦にこう傾いたタイミングで、こう中からフランスがガタガタ来てる、イギリスもこういう形で、ね、こう、首相が降りるみたいなことになってくる、政局になるってなると、これ権力の空白が起こるわけですね。で、おそらくなんですが、この、ま、ジョンソンさんがいなくなっても、この取り巻きが結構イギリスはしっかりしているので、例えばトラス外相とかがいるから変わらないと思うんですが、何かしらのこの変化が起こる可能性はあると思ってます。イギリスのジョンソン首相辞意表明というニュースがありました。まあ今年というのはこの先進各国民主主義国で、まあ、軒並み選挙があると。考えてみたら、はい、これ、去年、選挙自体は去年でしたけれども、ドイツも、新政権発足今年でありましたし、はい、フランスは先ほどね、下院選挙の話ありましたが、それに先立つような形で、大統領選もあったわけですし、はい、これ、いろんなところ影響出ますね。そうですね。やはりこれ、ロシアのお家芸ですよね。この選挙への干渉っていうのは、もう私も前々回のアメリカの大統領選挙、トランプ大統領が勝った、はい、時も2016年ですか、はい、2016年の時もワシントン特派員で取材をしてましたが、まあこう SNS なんか見ていても明らかにそういうロシアなのか、ロシアの意向を受けたような書き込みみたいなものっていうのはありましたし、この見事にこの
国を分断させるって民主主義の一番弱いところついてくるんで、誰を勝たせるっていうところもあるんで、まあ、都合のいい候補、うんうん、当時で言うと、まあ、トランプ大統領だったわけですけども、勝たせるっていうのと、はい、プラス、その世論を分断して戦わせるっていうところですね、に非常に長けているというところはありますね。ああ、そっか。この世論工作とか、まあ、選挙への干渉っていうと、お気に入りの候補を勝たせようとしてるんじゃないかっていうふうに思うけど、もう、とにかく分断させちゃえば、それだけで混乱する。そうですね。で、これも実はロシアと中国のやり方っていうのが、ちょっと違って、ちょっと違うんですか。ロシアはどちらかというと、今、飯田さんおっしゃった、その、お気に入を勝たせたい。押しを押すみたいなところあるんですけども、そうなんですか、うん、中国はどっちかっていうと分断させるっていう、はい、とにかく何でもいい、どっちでもいい、結果どっちでもいいから、ギリギリで僅差にして混乱させるみたいな風にやらせる。だから、この間のバイデン・トランプの選挙なんかそこですよね。それを狙ってきてるんですよ。で最近嫌な話としては、このロシアのそういうインフルエンスオペレーションと中国のインフルエンスオペレーションがどうも歩調を合わせてきてるんじゃないか。お互いこのタイプの違うインフルエンスオペレーションが歩調を合わせることによって、1たす1が2じゃなくて何乗になるんじゃないかっていうのが私の仮説で、ちょっとそこは注意して見ています。はあ、インフルエンスオペレーション、まあ、影響力工作、そう、影響力工作ですね。なるほど。まあそれをネットの時代はやりやすくなってる。非常にやりやすい。これも本当にあれなんですね、非対称戦であって、はい、中国なんてもうがっちりこの、もうファイヤー、グレートファイヤーウォールというこのネットのこの壁を作って。うんうんうん、ネット版万里の長城。万里の長城。本当に万里の長城よりもっと高いかもしれないですね。中国国内だと Google とか Facebook とか見られないです。だからツイッターで何か中国のツイッターを動かそうと思っても、ツイッターでやってないわけですから、やれないわけです。そうでしょう。だけど、うちの番組もポッドキャストを一時期、ダウンロードできなくなったっていう話があって。そうですよね。結構よく見てるので、それ僕の回じゃないですよ。私も以前あれですね、前いた新聞社が、はい、私北京特派員いた時に、ちょうど中国語の、配信って始めたって言ったら、私がその頃、こう、中南海をえぐる連載ってのを始めたら、速攻でバンされたっていうのが。あ、そうでしたか。めちゃくちゃ会社からは、言われましたけど。はぁ、まあ。しょうがないですよね、それはね。うんうんうん、うん。応じるべきは応じると。なので、そこはもう本当に非対称。その代わりこちら、日本、西側はもうやられ放題なわけですね。まあ、言論の自由があってオープンだよっていうことになってますからね。はいはい、ここの非対称ってのは本当に今後の課題ですし、うんうんうん、なかなかこれ防ぎようがもうないですよね。で、そこへ来てアメリカは、秋にはね、もう中間選挙を迎えるというところですね。そうですね。実はちょっと気になるニュースが昨日あって、はい、ホワイトハウスのケイト・ベディングフィールドっていう広報部長、まあ、一番その広報をこう司っている、人間が退任すると発表したんですね。はい、このケイトは私もよく知って、ていて、はい、まだ、40歳ぐらいじゃないですか、若手の女性って、前回のバイデンのまさに、選挙の時も、うん、このバイデンのこの選挙のキャンペーンの仕切ってた、ものすごい優秀な。なるほど、メディア戦略とかそういうのも。はい、もう頭もいいですし、で、彼女が辞めると。で、これって結構大きいと思ってて、実はこのケイトがいなければ前回の大統領選は多分勝たなかっただろうって言われてるぐらい、メディアのその対策をうまくやってたんです。で、もうそれこそバイデン氏が副大統領やってた時からずっとこの候補担当をやっていたんです。オバマ政権の副大統領の時から。はい、へぇ、そんな前からなんですか。はい。で、この腹心中の腹心が逃げられたっていうのは、これ結構バイデンにとってみると、痛い。で、先日、まあ、そのバイデン政権の幹部なんかと、こう、意見交換していても、はい、もう今度の中間、今度秋の中間選挙は多分もうボロ負けする可能性っていうのを、このトランプ、バイデン政権の幹部ですら懸念してるってことを考えると、ひょっとしてこの、もう、もうこのままだとまずいんじゃないかってことで、やめてる可能性。もちろん家族と一緒に過ごしたいっていうふうに言ってることが理由になってますけれども、私はそこわからないですよね。やっぱりこのまま行くと泥胸で沈んでしまうと。ああ、で、自分のキャリアを考えると。はい。まだね、若いですから、今後のキャリア考えたら早めにこう抜けた方がいいんじゃないかってとこあるかもしれないですね。なるほど。それは不安定にまたなっていきますね。イギリス、アメリカってこの一番ロシアに圧力かけてたところがガタガタ来始めるっていうのが、これあまり良くないなと思いますね。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。立憲民主党、泉健太代表に聞く参院選の公約。
参議院選挙はいよいよあさって投開票日を迎えますが、選挙期間中のこの時間は各党の代表、党首、幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります。最終日の今朝は立憲民主党代表泉健太さんです。ということでお忙しい中ですけれども、すでに電話がつながっております。泉さん、おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。朝早くから、そしてお忙しい中ありがとうございます。全国を本当に文字通り飛び回っていらっしゃいますが、はい、今ここまで来て代表手応えいかがですか？そうですね、今日も今このラジオが終わればすぐ駅の前に立つんですけれども、もともと昨年の総選挙以降ですね、非常に厳しい状態からのスタートでしたが、はい、そういった意味では各地で検討しているというふうに思っています。うん、徐々に立て直しの過程に入ってきているなと、そんな実感をしていますね。うん、その衆院選があった後にこう代表に就任して、で政策も含めて愚直に訴えていくんだということを当時もインタビューでお聞きしましたけれども、はい、そのあたり、この聞いてらっしゃる方の反応の変化というものはいかがですか？やっぱり今回論点設定、争点設定ができたっていうのは非常に大きくて、これ立憲民主党が物価高と戦うとやっぱりもし言っていなければ、うん、これだけの物価高が争点にならなかったと思います。うん、その意味ではやっぱり国民の皆様のですね、生活実感に合わせたこの参議院選挙の論戦を、我々が主導することはできてきているかなというふうに思っています。うん、その辺の物価高対策、具体的にはどういったことをやろうとしていらっしゃいますか？やっぱり当初はですね、ウクライナ情勢による、物価高だというふうに言われていたものが、はい、どんどん円安が深刻になっていきますと、うん、やはりこの円による、円安による物価高というのはウェイトがどんどん高くなってきているわけですよね。はい、でこういうことに対して、岸田総理が、年金生活者への対策をしていないことと、食料品の対策を事実上ほぼ何もしていないということ、うん、はい、我々立憲民主党の方からすれば、小麦の価格は政府が決めているのでこれを引き下げるべきだということや、うん、はい、あるいは年金の追加給付、うん、そしてやっぱり一番大きいのは消費税の引き下げですね。はい、でこれはもう経済政策として非常に重要な局面になっていると思います。うん、スタジオにはジャーナリスト峰村健二さんもいらっしゃいます。泉さん、ご無沙汰しております。おはようございます。ご無沙汰しております。峰村です。はい、どうも。泉さん、いくつかちょっと安全保障を中心にちょっと伺いたいんですけど、はい、昨日、政見放送を拝見しました。で、はい、その中でこの宇宙、サイバー、電磁波で、こう、の能力を強化するんだとおっしゃってたのは、なるほどなと思ったんですけれども、はい、このあたり具体的にちょっと、ご教示いただけないでしょうか。はい。立憲民主党は当然、安全保障にも責任を持つ政党として、はい、ただこう理念的な平和ということに加えてですね、はい、やっぱり現実的な安全保障の体制は整えなければいけないと思っています。うん、ですのでこのウクライナ紛争を見てもですね、やはりこのドローンが使われたり、あるいはウクライナの通信設備が破壊された後にイーロン・マスク氏がですね、衛星通信を提供するだとかですね、はい、新しい技術っていうのは、これもまたウェイトが高まってきていますので、はい、そういったものを踏まえて自衛隊の装備品の更新をしていかなければいけない。うん、でこれやっぱりやるべきことだと思うんですね。うん、一方で一点豪華主義のようなですね、原子力潜水艦だとか核共有というのは、これは現場の自衛隊も求めていないし、日本の安全保障の専門家たちからもですね、これはちょっとやっぱり違うんじゃないかという声が上がってますので、うんうん、我々は落ち着いた安全保障政策、防衛政策、これをやはり進めていきたいなというふうに思ってますね。なるほど。あと昨日その番組の中でおっしゃっていた、やはり基本的な基軸としては外交と多国間によるこの解決だとおっしゃっていたのも印象に残っております。ただ一方でですね、今回今おっしゃったそのウクライナ侵攻で言うとですね、やはりその核を持った常任理事国に対してがですね、力を振るった時っていうのは外交も多国間によるこの話し合いも無力だということが私証明されたと思うんですね。このあたりについてはどのようにお考えでしょうか？戦争をただ対話で止められるかといえば、それは不可能かもしれない。しかし、対話なくしてまた止まることもないと思うんですね。うん、で、その意味ではですね、今、西側各国が力を合わせて、やはり、制裁を続けているということは、長期的には、
これは戦争が終わっていく過程の一つだと思いますし、またその日本が今中国だとかロシアと対話ができていないわけですけど、一方でアメリカはですね、まあ、このウクライナ紛争で、アメリカは当然ウクライナ側についているわけですけれども、まあ、ロシアですとか中国と、まあ、国防大臣対話ですとかですね、まあ、そういったことをやっぱりやるわけですよね。ですからどんな状況においても対話というものの窓口はちゃんと開け続けておかなければいけないと、まあ、これを私たちは言いたいと思いますね。なるほど。あともう一つ、この、御党の公約の中で、一つこの弾道ミサイルなどの脅威へのこの抑止力強化、特にこの、極超音速兵器への、対処の研究開発を加速って、ここもなるほどと思ったんですが、一方でですね、この中国のミサイルを見るとですね、中距離弾道ミサイルを見るとですね、数百発、はもう今配備してるだろうと。で、おそらく日本を射程に収めると。いう中で考えると、これもうミサイル防衛はもう私、はっきり言ってもう無理だと思うんですね。これ対処することは。なってくると、やはり日本にも、この地上配備型の、ミサイルによる、そのいわゆる反撃能力っていうのが、必要になってくると思うんですけれども、このあたりはどのようにお考えでしょうか。実はそこがですね、まさにこの反撃能力といっても、今おっしゃられたように1100ぐらいある中で、じゃあそこに反撃しきれるのかということを問うと非常に難しいわけですよね。それは現実的には相手の基地をでは例えば攻撃すると言って、それは全ての拠点を叩くという話になるのかどうか、まあ、こういうことを考えると、まあ、改めてですけども、この迎撃する方がより難しいということ、それよりも簡単だからといって敵基地を攻撃するという話になると、本当に一触即発の状態になるということですから、それ以外の道も当然探らなければいけないと思っていまして、まあ、そこはやはり対話外交あるいは軍縮外交、そして多国間によって、敵の、まあ、相手の攻撃を防ぐというですね、相手が動きをしないような環境を作っていくというのが、まあ、何より大事なのかなと思います、ね。一旦先端が開いてしまうとですね、これはもう本当にただならぬ状況になってしまうので、いかにそうさせないかが政治の役割だというのはもう間違いないと思いますね。なるほど。あともう一つですね、この安全保障のところで、まあ、尖閣問題についてすごく強調されているのはよく分かったんですけれども、はい、台湾有事ですね、これやはりもう今アメリカを含めたこの西側の最もの、この、なんだ、危機に迫った、このものっていうところ、やはりこれ台湾有事だと思うんですが、台湾有事に対してはどのようなスタンスをお持ちでしょうか。はい。いわゆる防衛当局には防衛当局の戦い方は当然あるわけですが、政治家には政治家の戦い方というものがあり、これがやはり外交なわけですね。ある意味、戦争は外交の失敗だと言われるわけでして、台湾有事を起こさないために、アメリカの政治家も日本の政治家も今最大限努力をしている中にあります。その意味では台湾有事でもし武力行使ということになれば、これが最悪のシナリオになりますので、そこに至らないような枠組みをどう作るか、これがまず一つです。そして仮にですが、その最悪のシナリオになった場合というのは、アメリカが台湾にできることと日本が台湾にできることは当然違いますし、まあ、日本はアメリカとの日米安全保障条約をまあ間に介した形でですね、どのように対処するか、そしてあるいは日本が直接攻撃をもし受けるようなことがあれば、これは当然日本の個別自衛権で対応するということになりますので、まあ、その線引きっていうのをちゃんと明確にしておこうだと思いますね。よく分かったんですが、一方でこの台湾ってなかなか難しくてですね、一つの中国の 原則というものがあって、彼は中国が主張しているものがあるのでですね、なかなかその外交っていうものが直にできないと思うんですけども、このあたりどのようにお考えでしょうか。どのような形で政治家としてできるんでしょうか、コミットは。まず我々はこの台湾周辺含めて一方的な現状変更を許さない。で、これは日米のスタンスは揃っていますけれども、それに加えてクアッド、また ASEAN、 こういったところ全体でですね、台湾に武力侵攻が起こるようなことが絶対あってはならない、まあ、このメッセージを強く持ち、またそういう環境を作らせないということですね。そしてそれに加えてより難しいのはですね、武力で侵攻してくるという事態になれば、まあ、相当中国に対する世界的な反発は大きくなるんですが、
台湾の中の体制を変更させるような事態になってくると、それこそアメリカも日本も手を出しにくいわけですよね。でそういった意味では非常に難しい、さまざまなシナリオが想定されると思いますね。なるほど。泉さん、朝日からどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、どうも失礼いたします。立憲民主党泉健太代表とつなぎました。以上、おはようニュースネットワークでした。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK 工事アップ。参議院選挙7月10日、日曜日に投開票を迎えますが、各党の代表や党首幹部の方に、党の公約や参議院の戦い方なども伺いました。はい、今日は泉健太、立憲民主党代表、はい、昨日は自由民主党、平正明広報副本部長などなどと。旧党のね、方々に聞いています。まあ、この辺も、ぜひ、聞き直しで、聞いていただければと、いうふうに思います。そして、いよいよ10日日曜日が、参議院選挙投開票日であります。日本放送では、夜7時58分から特別番組、日本放送参議院選挙開票速報2022、どうするどうなる日本の未来をお送りいたします。ということでですね、ぜひこちら聞いていただければと思います。そして11日翌日月曜日、工事アップも参議院選挙スペシャル、コメンテーターは評論家宮崎哲也さんであります。まあ、工事アップでおなじみあの方も電話で出演をいたします。そして12日火曜日、 SBI FX トレード社外取締役で経済アナリストのジョセフ・クラフトさん、13日水曜日、数量政策学者高橋陽一さん、14日木曜日、ジャーナリスト鈴木哲夫さん、15日金曜日、外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんというコメンテーターラインナップです。はい、地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、 ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト、毎週木曜日の午後に更新しています。今週のテーマは2022年上半期の自動車業界の振り返り。担当は日本放送自動車担当畑中秀也記者です。好調な決算の陰で半導体不足、原材料価格の上昇など問題は山積しています。カーボンニュートラルの課題に最新の動きもお伝えします。地上波もポッドキャストもどうぞお楽しみに。来週も飯田浩司の OK 浩司アップをよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。破産国家。ぎょっとするキーワードでありますが、日本のことではありません。アベノミクス反対とかそういうことではなく、これはスリランカのことであります。スリランカでは外貨不足による輸入停滞で物価は高騰しまして、6月のインフレ率が前の年の同じ月と比べて 54.6% に達し、過去最高を更新しました。ウィクラマシンハ首相が今月5日、国の破産を宣言しています。国会の答弁などで、バンクラプトカントリーというようなね、破産国家という言葉も使っていたようなんですが、いや、スリランカこれ本当深刻ですよね。この本当にこの言葉を聞くとは思わなかったですよね。うん、過去70年で最悪の金融、もう食料も燃料も薬も買えないみたいな状況になっていると。で、実はこの破産国家って言葉、私最初に聞いた、リアルに聞いたのは2018年。ほうほう、にワシントンに行った時にですね、当時まだトランプ政権だったんですけれども、はい、ちょうど新しくできた国際開発金融公社という、その政府系の金融機関ができた、そこの初代の、総裁だったアダム・ベーラーという総裁にインタビューをしたんです。はい、でその時に彼がこの言葉を使ってたんですね。ほうほう、で、どういうことかというと、このまま中国の一帯一路というこの投資によってですね、はい、途上国がどんどんこのまま借金付けになる、いわゆる債務の罠、お金が返せなくなって土地を取られていくと、はい、港を取られたり、こう空港を取られたりとなっていくと、そのままお金がどんどん返せなくなって、で、土地が取られるだけじゃなくて、国がそのままもう破産してしまうんじゃないかと。そうなって、事実上のまあ反植民地、中国の反植民地になってしまうことを非常に恐れていると。だから彼、そういうような国に対して、アメリカを中心としたこの西側が融資を提案するために僕らは作ったんだっていうふうにおっしゃってたんですね。で、その時にそのベーラー総裁が言っていたのが、はい、まさにこのスリランカっていう言葉を言ってたんですよ。で、ちょうどその時ってスリランカの南部の、はい、ハンバントタ、そうですね、こうで、はい、まさにこの債務の罠、お金が返せなくなって、
って運営権99年間、すいません金返せないから99年間これ差し出しますってやってたとこだったんですね、はい、で先日昨年ですか、それだけでも足りなくなって今度コロンボ港、はい、まあ、一番首都ですよね、のところもですね中国の企業が開発するということで、これはますます危ないなと思っていたところに、やはりこのタイミングでこの破産国家というのが出てきたというところで、これは本当にスリランカ自体がこのまま中国依存がもっと高まるんではないかというのを非常に懸念しておりますね。ああ、これね、もともとというか、直接の引き金になったのはコロナで観光客が来なくなって、はい、外貨を稼ぐことができなくなった。そうすると、外貨建てで借金抱えてるから、その原資がなくなって返せなくなったっていうことを言われますけれども、元のこさえた借金というのはそこですもんね。そういうことですね。だから結局、これってふた同じ、ダブルトラックで流れてるものなので、そこでこう国の経済自体がなくなると借金返せなくなる、ますますっていうことでこう本当にこう雪だるま式にどんどん国としていかな立ち行かなくなる。でやはりそれうまく甘い言葉で言っていくわけですよ。今ちょうどその太平洋諸国にも言ってるのもそこら辺ですよね、中国が。これちょっと話続いて、この中国がじゃあ今足元どうなっているのかというあたりについてスクープアップでもね、引き続きお話を伺っていこうと思います、はい、今日のキーワード破産国家でした。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。愛読書から占う中国習近平国家主席の今後。中国の習近平国家主席はこの秋異例の3期目を目指していると報じられておりますが、今朝この時間はジャーナリスト峰村健司さんに習近平氏の愛読書から占う今後について解説いただきます。いや、まさに前回ご出演いただいた時というのが、はい、週刊ポストで連載がいよいよ始まるよというタイミングで、ちょうど前日ぐらいでした ね、はい、でその時お話しいただいたのが、この習近平氏がいろんなところでメディアに映るけれども、その表情じゃなくてその後ろにあるものを注目してるんだって話をされてました、はい、本棚に注目されてると話をされてましたよ ね。一応彼がこう習近平氏がよく言ってるのはこの読書が好きだって言ってるんで、やはりそういう意味ではこの本をっていうところがあってですね、はい、でその中でこの一つ私注目したのが、このロシアのこれ1800年代ですか、出されたこのチェルヌイシェフスキーというこの作家が書いた何をなすべきかと、この分厚い520ページある、おお、すごいですね。しかも二段組で。二段組のもう本当に読むのに苦しんだんですが、この本が好きだって、なんでこの本が好きなんだと。なるほど。すみません、一個も面白くないんですね。一個も面白くない。もうよくわかんない。なんか恋愛小説なんですよ。で、恋愛小説、その、習近平と恋愛小説って、なんかいまいちこう、くっつかないなと思ってて。ね、あんなガチガチな感じのイメージの人ですかね。そうなんですよね。で、読んでも全く、一回読んでも全くピンとこなかったんですね。で、二回目読んだ時に、おっとと思って、はい、確かにちょこっと読むと、なんか急に文体が変わるところが気づいたんです。でそこになんか突如としてその主人公女性なんですけど、その女性が私あいつ好きこいつ好きみたいな、その惚れた晴れた話をずっとしてるんですけど、突然変な男が出てくるんですね、はい、でその男がラフメトフっていうこの男なんですけども、この人がなんかいきなりこうやっぱり社会はもっと平等じゃなきゃいけないとか、なんかこう男はこんなもんなんだみたいなこう話とか、いきなりマッチョの話、マッチョの話を始めるんですね。で今のこのやはりこの金持ちを許しちゃいけないんだみたいなことを言って、なんかどうも革命っぽいようなことを語り出すシーンがちょこっと入ってるんです。でどうも過去のインタビューとか調べていくと、はい、で習近平はこのラフメトフのことを憧れて、俺のこの目標だって言ってたっていうところが分かって、ようやくそこで繋がったんです、ね、ほー、その恋愛小説の部分じゃなくって、はい、で実はこれも後でこのチェルヌイシェフスキーのことを調べたらですね、彼もその、はい、もともと最初にこの社会主義というものをこうロシアでこう広めた人間なんで、活動家だったんですが、この時投獄されてたんです。捕まって国家を転覆するということで投獄されてたと。1800年代、19世紀ってことは当時まだ帝政ロシアの時代で、帝政ロシアの時ですね。なるほど、体制転覆で捕まって投獄された、はい、そうなんです。牢屋からこのバレないように恋愛小説風に書いておいて、その間にちょこっと数十ページだけこのラフメトフの話を入れた。でここにみんなその当時の青年、ロシアの青年たちがすごいと、
これはすごいから革命だって言って、これ革命につながっていったんですよ。なるほど。で、その中に一人に実はレーニンがいた。あ、その影響を受けた人が一人に。影響を受けたところから読んで、しかもレーニンこの本パクってるんですよ。え、そうなんですか。で、同じこの何をなすべきかって本を出してるぐらい。へぇー。ものすごく感銘を受けたと。はぁー。いう、この本が実はこのクソつまらない本がそうだったということで後で気づいたと。なるほど。いうことだったんですね。あ、じゃあ、むしろ、その、ソ連における、はい、まあ、後のソ連における、はい、その共産主義革命の原点の本なんですか？まさに原点だったんです。この本が。で、ロシアのこの専門家なんかとアメリカの専門家なんかと話すと、もうこれはもうバイブルだと。はい、あ、そうなんですね。はい。もう多くのこのロシア青年、当時の青年たちがこれを読んで、みんなこの革命にこう身を投じてたってぐらいすごい本なんだ。はぁ。ことが分かったんですね。でもその本を習近平氏は、これ中国ではいっぱい売られてる本なんですか？今これ普通に訳されてます。訳されて売られてます。で、習近平、習近平の本棚みたいなコーナーがあって、そこにはこう、愛読書コーナーには中国語版が売られていますね。なるほど。でも、ね、もともとそういう難解な本を、じゃあ、青年時代に読んでたのかとか、そういうことですね。青年時代どころかですね、実は習近平氏、下放されて田舎に、陝西省の田舎に行った時も、文化大革命時代ですね。はい、その時も持ってったのがこの本だったんです。はあ、そうなんですね。で、当時それこそもうご飯も食べれない苦しい状況。で、実はこのラフメトフっていうのはすごく禁欲的な人間で、うん、はい、恋愛もしないと。で、俺はとにかく労働をして、で、それで肉体を鍛えて、で、こう、自分の魂もこう強くするんだみたいな人。おそらくだからその下放時代もこのラフメトフに重ねて、はい、習近平は自分のその生き方をこうやったんじゃないかというのがこう類推できる。なるほど。それこそもうなんかこのもうそれこそこうなんていうんですかね、こう、このラフメトフの中で出てくるエピソードがこう、自分の限界を試したくてこう100本ぐらい釘をベッドの上に打って、その上に寝て血だらけになるみたいな、ちょっと大丈夫頭みたいな感じなんですけど。すごいエピソードです、そのようなものを書いて、どうもそこに感銘を受けてるらしいんですよね。はあ、まあある意味の餓死昇誕的な。餓死昇誕。もう究極の餓死昇誕ですよね。はあ。で、そこからなんで実はその、このプロファイリングにこだわってるかというと、この習近平が今やってる政策の、はい、って一体本物なのかどうなのかと、要するに今のこの共同富裕政策とか、いわゆるマルクス主義に回顧してるのって一体本当に心からやってるのか、それともこの3期目を狙って、なんとなくこう、政局的にこうやってるのかっていうところをまず見極めたかったんですね。で、私多分この本を読んで、彼のこの本に対する思いなんかの、なんか見ていると、本物だなと。本物の方。逆に言うと3期目になったら、おそらくこのマルクスへのこの系統という、はい、マルクス主義への系統っていうのはどんどんこれ強まるんじゃないかなと。いうことがこの本から類推できますね。なるほど。うん、ここ一連のその改革開放の政策、はい、まあどちらかというと資本主義にこうね、はい、転んでいくような政策を、まあ習近平氏は非常に批判的にこう見ていて、はい、むしろそこをこう変えようとしているっていうのは、もう、じゃあある意味原点というか筋金入りの部分がある。だという結論ですね。やはり、こういう、はい。こういうのと、いくらこう演説って彼らもまず本音って言わないですから、こう本音を知るのはこういう何を読んでるか、どういうふうな、こう、人と会ってるかっていうところが大事なんですよね。でもそう考えると、じゃあ少しぐらいというか、経済が多少傷ついたとしても、はい、もうこれはもうマルクス主義に回帰していくんだと。おっしゃる通りです。このラフメトフなんかもまさにそんな貧しくたっていいんだと。俺はそのとにかくみんなのために平等でっていうところをこう志して生きてるっていうのがこの彼のとにかく節約するんだと。贅沢は敵だって言ってるわけです。これもまさに習近平が10年間かけてきた反腐敗キャンペーンの元になってる。もう読んでるともうこれラフメトフを習近平に置き換えるとそのまま読めちゃうぐらいスッと入ってくるんですよね。ほー、いやでもそれってある意味のデフレ来産みたいなもんで。あ、本当そう思いますね。だから経済死んじゃいますよね。経済死んじゃうけど死ぬんだろうなと思います、これ読んでいると。あ、そうであっても、まあ、ある意味こう純粋なマルクス主義に突き進んでいく。はい。まさにこの理想的社会主義、空想社会主義なんて呼ばれてるんですよね。このチェルノイシェフスキーのことで言うと。はい、そこで考えると、まあ、究極の社会主義をこう目指すんだっていうところっていうのは、まあ、どれだけ実行できるかどうか別にしても目指してるっていうのはどうも間違いないんだろうなっていうところがプロファイリングできる
はあ、でもそういうこう原理主義的なところに対して傾斜していくっていうのは、今のゼロコロナ政策とかまさにそうですね。おっしゃると。だからこのゼロコロナも、もうこれはそうなんだと。これはもうコロナってのは良くないんだ。コロナをやっつけるんだってことは本気で考えてるだろうなと。だからこれで北京市の書記があと5年続けるんだっていうのもまさに、習近平の次の3期目の終わるまでやるんだってことをおそらく暗示してるんだろう。ああ、そうか。5年っていうのはそこの計算になってるわけですか。そう、私はそう思いますね。はあ。いや、でも、これ人類の過去の歴史を紐解くとですよ、はい。現実にどうアジャストしていくかっていうのと、原理主義的な政策って真反対になって、それってものすごく惨禍を生んでしまったっていうところもあるわけじゃないですか。ありますね。それこそ共産主義についてだって、こう、カンボジアのポルポトであったりとか、こう、ね、悲惨な歴史ってのはたくさんあるわけじゃないですか、はい、そこら辺っていうのは勘案しないんですかね。いや、むしろこれ3期目にどうなるかっていうところ次第ですよね。ここがもしももっとこう習近平、一強体制が強まれば、そういうリスク、またあの不幸な過去っていうのは繰り返す可能性っていうのも十分ありますよね。そしてそういう理想主義的な指導者って、その革命を輸出しようとか、はい、そういうところまで考えますね。まあそこはね、わからない。中国は一応その革命は輸出しないっていうところはもうずっとこう貫いてますが、はい、今のそのデジタル監視システムなんてのはガンガン輸出しまくってるわけですよね。でデジタル使用、一帯一路なんかではこう中国式なこのデジタル通貨とかああいうのもこうどん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 、進出出してるわけですから、はい、そこは何とも言えないですね。実はそこに思想も乗っかってくる可能性って十分ありますよね。なるほど。今日は愛読書から占うという、この習近平国家主席、まあ、中国の今後というところをお話しいただきました。